前哨戦にて、リュッツォウニーユー部隊のハインリヒ・ハルトマン、テオドール・ケルナーとフリードリヒ・フリーゼン。ゲオルク・フリードリヒ・ケルスティンクの1815年の作品。ガーデブッシュの陣営で、リュッツォウニーユー部隊の隊員に囲まれ、自作の、剣の歌を披露するテオドール・ケルナー。作者不詳の原型に基づくブラウエ・ゼンガー・ゲッティンゲン、学生音楽協会の窓へ。 リュッツオ義勇部隊の不評の征服。1813年の解放戦争におけるイエーナの学生の抜粋。スイスの画家、フェルディナント・ホートラーが、フリードリヒシュラー大学イエーナの依頼で1908年に制作した絵画。戦闘中のリュッツオ義勇部隊の騎兵2名のフザールの後ろに騎馬両兵が描かれている。リュッツオ義勇部隊は、 1813年から1814年の解放戦争におけるプロイセン軍の義勇部隊である。その指揮官はルートビヒアドルフビルヘルムフォン・リュッツを少佐であった。1813年から1814年にかけての冬、ナポレオンのロシア遠征が三憺たる結果に終わると、プロイセン王国では状況が一変し、 強制の下で結ばれたナポレオンとの同盟は破棄へと転じていく。宮廷ではプロイセンの陣営転換の準備が進められた。1810年からベルリンで体操や水泳教育を促進し、秘密結社のドイツ同盟を結成していたフリードリヒルートビヒアンとフリードリヒフリーゼンは最小のハルデンベルクにすべてのドイツ諸法から参じた志願兵が ナポレオンと戦うための義勇軍を募るよう迫る。この時、そのような部隊の創設が合意されたとみられる。なぜなら、国王フリードリヒビルヘルム3世が、ゲルハルト・フォンシャルンホルスト少将から内密に、また、リッツ少佐から正式に、本人を指揮官とする義勇部隊の創設を請願される前の1813年1月29日、ヤーンとフリーゼンは、 ブレスラウの集合場所に到着していたからである。同地で彼らは、志願兵を募り、予期される人々の殺到に備えて、すべての準備を整えていた。リ村ッツンの部隊は1813年2月に、公式の承認の下プロイセンの正規部隊として、王立プロイセン義勇部隊と名付けられ、創設された。同隊、またこれに続く義勇部隊創設の法的根拠となったのは、 気有両兵部隊の設立に関する1813年2月3日の最高内閣令である。リュッツォンの部隊の通称、リュッツォワー,ーや黒の両兵もここに由来するものの、胴体のうち実際の両兵の数は少なかった。1813年6月5日に発行した急戦協定がリュッツォンの耳に届いたのは6月9日であった。彼はこの時、 総勢400名の不評と騎兵を率いて、敵の戦線の後方プラウエン近郊にいた。協定の条件に従い、三日以内に、そこから退去するのをためらい、彼は、部下と共に、ライプチヒ方面に向かう。フランスはフルニエサル・ロベーズ将軍指揮下の、数の上で優勢なフランス軍及び、ビュルテンベルク軍騎兵が喫前で行く手を阻み、 1813年6月17日に警告なく来襲した。リュッツォンの騎兵の一部は殺戮されたが、不評の大部分は逃れる。およそ150名のリュッツォー,ーが捕らえられるが、捕虜として扱われず、フランス軍からは黒い盗賊とみなされた。リュッツォーと副官のテオドール・ケルナーは重傷を負い、ようやくのことで逃げ延びている。続いて、ザクセンチューリンゲン。 バイエルンを襲撃した後、部隊は1813年の秋の遠征に参加し、エルベ川を下流に向かって進み、コサックと共にブレーメンを制圧した。しかし、フランスの援軍が接近すると、その町からの迅速な撤収を強いられている。その後は、ほとんどコサックと共に、ベストファーレン、シュレースビヒホルシュタイン及びラインガー付近を転戦した。 騎兵の一部は1814年初頭ネーデルラントやフランス北東に投入されている。それに先立つ1813年8月、テオドール・キルナーは、メクレンブルクのガーデブッシュにおける戦闘で、フリードリ・ヒフリーゼンは1814年3月に、アルデンヌで没した。1814年、連合軍がパリに入場し、ナポレオンが退位すると、 フロイセン国外からの志願兵は解雇され、残存兵力から第25不評連隊と第6ウーラン連隊が創設された。そして1815年3月、ナポレオンが追放先から帰還すると、かつてリュッツォーアーであったこれらの連隊も再び動員される。リュッツォーは第6ウーラン連隊の指揮官として、同年6月15日、リニーの戦いで重傷を負い、捕虜となった。 どちらの連隊も6月18日、ナポレオンの最終的な敗北につながったワーテルローの戦いに参加している。この義勇部隊は志願兵のみで構成されていた。プロイセン王国の出身者と並んで、その隊列に参じたのは、ライン同盟に属する他のドイツ諸法やオルデンブルク公国のように、フランスに併合された両方の市民であった。 これらの兵は自給自足で給与を支給されず、装備も自弁した。志願兵のうち、多数を占めたのは、手工業者である。ただ両兵には、平均以上に学生が含まれていた。また、胴体の知名度は、とりわけこの義勇部隊に、有名な歌、リュッツきンのを捧げた詩人、テオドール・キルナーに追う。著名な隊員には他に体操家のフリードリヒ・フリーゼン、体操の父こと、 フリードリヒルートビヒアーン、ドイツロマン主義における屈指の詩人、ヨーゼフ・ホガイ・ヒエンドルフや後の幼稚園の創始者、フリードリヒ・フレイベルがいた。また2名の女性、エレオノーレ・プロハスカとアンナ・リューリンクも、密かに参加している。この義勇部隊は一時的に3500の兵力を、要し、それは1814年、次のように編成されていた。制服の色は原則として黒である。 それは、黒が陸軍の市長部隊や市場に備蓄された様々な布地を染めて作れる唯一の色調だったことに由来する。それに、制服の縁の識別色として赤が加わり、金色の新中性ボタンも添えられた。マスケット銃士、砲兵及びウーランはリテウカを、フザールはドルマンと毛皮で飾った上着を着用した一方、狙撃兵は、 オーストリア軍を参考にした川かます色の制服に明るい緑色の色物色を組み合わせて着用した。一般的には射高棒が採用されたが、狙撃兵のみはオーストリア風の下流ド棒を被っている。また、ウーランの槍の小型は黒と赤を組み合わせていた。後に部隊が戦列不評に編入されると、当初は黒い制服の着用が続けられたが、戦後は 規定通りに根性のものに変えられた。リュッツォウニー友部隊は数多くの戦闘に参加したもののハインリヒフォントライチュケによれば軍事的にはほとんど成果を上げられなかった。実際、プロイセン軍においてリュッツォーーの脱走率は最も高かったのである。不評の25.5%とそれよりは少ないが騎兵の14.2%が敵前逃亡に問われた。そのため、 同時代の人々は、ケルナーの愛国家の歌詞、ワイルド、ベルベガナ・ジョックットを、シュティレ、バーラジーン・ジョックットともじったが、後に、国民的な伝説が作り上げられていく中で、そのような事実に関心を持つ人は少なかった。それにもかかわらず、同義友部隊は非凡な宣伝効果を上げた。ドイツのほぼ全域から、志願兵が集まり、その故郷から同隊、もしくは他の部隊のため、 さらなる志願兵を募ったのである。当時は全く一般的でなかった黒い制服と、危険で被害の大きい作戦行動、そして自らも宣伝に携わった著名な隊員は、急速に伝説となり、募金や市民の協力という形をとって、さらなる活力を動員していった。ナポレオンのフランスに対する勝利の後、立を義勇部隊は一種の偶像、そして実際に成長する。 国民運動の方がとなった。それは諸国の独立後、ドイツ諸法の統一に向けた努力につながったのである。ルッツォーニュー部隊の制服の色は伝説となった。解放戦争後、生き残った元隊員の多くがイエーナ大学に復学してからも、この制服を着続けたのである。彼らは1815年、この制服を着て、これまでなかった全ドイツ的な連合体、 コブルシェンシャフトを創設する。このようにして、黒と赤、後の黒、赤、金は1815年以降、ブルシェンシャフト運動のシンボルカラーとなり、統一願望の象徴として大学から大学に広まった。同義優部隊の古参兵は、そのため1871年のバルトブルク祭にも参加している。リュッツォー部隊の歴史は、多くの歴史映画に題材を提供した。 1894年発行のグロサーブロックハウス、ベルナー・ヘーゲマンによって引用。P179、ベルナー・ヘーゲマン、エンラーベット・ゲシヒテ、ベルリン1933、P188 から194で、トライチュケの、プロイッシャ・ジャバッチャーとヨハン・フリードリ・ヒゴット・フリーと、アイゼレンの記述を引用している。ラッツ・オス・シュティレ、バーラ・ジーン・ジョックと、 1971年4月9日発行の在都市ナンバー、no. 1571ハットアーノルドラブを DTV 歴史コンポーリティシャーシンブル P218 ドイチャタシャンバッチバーラグミュンヘン1970ありがとうございます